本番5秒前。4、3、2、1。こんばんは。今日からお天気に変わりました。富永です。本日の週間。カット。分かってます、富永さん。こっちもめんどくさいですね、いちいち言うのは。はい、すいません。しかもお天気予報カットないっすからね、本当は。はい、申し訳ない。本当カットないんすよ。はい、カットなしで行くんで。はい、もう行けます。大丈夫です。大丈夫ですか？はい、もう大丈夫です。じゃあ続いていく目、はい、言いますよ。5秒前、4、3。こんばんは。お天気の方のコーナーに移動した富永です。本日の週間天気予報をお伝えさせていただきます。札幌は日曜日から火曜日まで晴れが続くのですが、木曜日からは少し雨雲が降ってきます。東京は日曜日からカット。今は大丈夫だったかなと。大丈夫とかじゃなくて、雨雲が降ってきますよ言ってましたよ。いや、雨雲が降ってくる、どういうことですか？すみません、読み間違えました。マジで、はい、マジで良くないですねこれ、本当に。すみませんでした。今回も任せてるんで、富永さんに、はい、信頼して、はい、頼みますよ本当に、はい、5秒前、4、3。こんばんは。今週からお天気のコーナーを任されました富永です。今週の週間天気予報をお伝えさせていただきます。札幌は 3,4,5 と晴れが続くのですが、6から少し天気が良くない傾向に行くと思います。東京は3日からずっと天気が良くないですね。名古屋は3、4と雨が続きます。福岡はめっちゃ晴れ、めっちゃ晴れ。カット。那覇はカット。おい、もうやる気あんのか？やる気しかないです。マジで、はい、あんのかやる気。やる気しかないです。もう一回やらせてください。すいませんでした、本当に。何が面白いんだお前これの。何が面白いんだ。大林ディレクターの髪の毛がすごい雨雲っぽいな。だからそれはなんか前回に関してはこっちも、うん、完璧にこっちが100悪かったんですけど、うん、今回に関してはアメラスに出てくるような髪型してる大林さんのその髪型っていうのも何かちょっと、俺が悪いんか。いや悪いっていうわけではないんですけど。俺が悪いから笑ってしまってるのか。悪いっていうわけではないんですけど、少し連想してしまうというか、雨雲と俺の髪型が、はい、連想してしまう、してしまいました。なのでそういうところも配慮していただきたいかなというふうには思います。でも配慮とかないよ。やって、そっちもプロでやってるんでしょ、キャスター。はい、こっちもやってるからプロとして。もう一回チャンスください。いや、じゃあもう最後ね、はい、最後だからね。はい、これなかったらもう来週からないよ、はい、マジで、はい、コーナーないよ、はい、5秒前、4、3。はい、やめます。ありがとうございました。